はい、天使向かいでございます。はい、黒原ゆうきです。はい、こちらおまけ動画でございますけども、黒原ゆうきですね、はい、オンラインの収録を終えた感想を喋っていきたいと思いますけれども、はい、収録を終えたところです。黒原さん、いかがでしたか？いやー、いいですね、やっぱりネタがとにかく大好きなので、はい、ネタも面白かったですし、おもろかった、トークがぐっと深いところまで聞くことができ、うん、そしてなんか謎の時間みたいなのが少し散りばめられてるのもおすすめポイントですねそうですね、だから、はい、ウルトラブギーズっていうコンビはもうキングオブコント3年連続も出てますし、素晴らしいです、ね、そのネタを見ていただいたし、はい、そしてそのキングオブコントにまつわるトークも聞けたし、はい、芸人お好きな方にも楽しんでいただけた、うん、はい、あとその八木くんの持つ不思議な魅力何なんでしょうね。そうですね、はい、笑い声を見て、うん、私の出演してた回を見てくださった方は、はい、懐かしい気持ちになるんじゃないかなと思います。やっぱね、面白い顔してんすよね八木くんが、ほんまにあれは何だったんでしょうか、うん、なんか人が困っている瞬間を見るというかね、これってこんな優越なんだという感じすらしますんで困ってるんだっていうのが今ちょっと困ってる、いや、わかんないですよ、これは一個の感想ですから、はい、僕が今口にしただけですから実際わかんないですか、本編を見てほしいな、はい、見ていただけないとと思います。はい、はい、こんな本編が見れるのはニコニコチャンネル向かいワークスでございます。ぜひね、こちら会員になって本編見ちゃってください。はい、はい、ということで、お相手は天心向かいと桑原ゆうきでした。バイバーイ、見てねー。